全部さ、もうぴったり合うのよ、こうやって。もう聞いとくの。イエーイ。コース、オラ、アリス。あれ、マスクグリップですか？そう、ちょっとグリップ巻きたいなと思って。おい、アリ流グリップ巻き方ちょっと教えてくださいよ。需要あるかわかんないですけど、グリップ巻いちゃいますよ。需要しかないっしょ。需要しかないっしょ、うん、供給っしょ。供給と需要っしょ。はい、グリップやります。まず、自分は本当自分流ですよ。このテープがついてる方を自分側に向けて、自分側に向けてここを折ります。なんでかって、このグリップエンドにちょっとボコって作りたいの。昔はアンダーラックとかでやったんだけど、なんかちょっとでいいのよ。俺もそのボコ欲しかったな。そうで、ここにこの二重を折って、大事なのはこのテープの方が最後内側に向かなきゃいけないから、いや、それはそうでしょ。それはそうでしょ。からこうやって巻いてて、テープが後ろに巻かなきゃ、反対か、言ってることが逆だったら、テープが、こっち側に向かなきゃいけない。そうだね。からこのままずらして巻くんだけど、大体ね、2周ぐらいしたときに、折ったまま2周ってこと？したときに、こう斜めにずらすんですよ。はあはあ、そうね。ずらすのね。で、斜めずらしすると、この段差にもこう斜めになるんですね。で、そうすると、こっから斜めに入ってるから斜めに巻いて、あとは、この段差に自分はもう、グリップの幅のセンター、見えるかな？センターにね、グリップの真ん中に。そんなこだわりあるの？うん、すごい、ね、こだわりっていうか、センターにさ、この幅のセンターに合わせて巻いてると、段差が、全部ボコって、この段差分かる？ああ、それね。そう、この段差が半分にしてると、全部さ、もうぴったり合うのよ、こうやって。もう几帳面だ。まあ、あとここからってぐるぐる半分だからさ。もう几帳面だな。もうずーっとこれ、くるくる、くるくるやってれば、綺麗に、綺麗だね。そう、回るのよ。自分はだからセンターで全部。へぇ、意識したことなかったわ。マジで？毎回太す違うの、グリップ。ああ、俺はね、これが。だからグリップ巻くの好きなんだよ。センター合わせして、全部幅で回すとさ、うわ、全部揃うの。うまくね、普通に。てか、だからこれがもうブレないから真ん中にしちゃうと。うまいね。後半ね、こう斜めになるから、うん、ここから結構ギュウギュウに引っ張りながら巻かないと浮いちゃうから、引っ張って、引っ張りギュウに巻いて巻いて巻いて、セニョリータ、強く強く強く、セニョリータ、ってやっても止めちゃえば、あのテープも使わずに。綺麗じゃない？めちゃくちゃ綺麗だ、思うよ。そうなんだよ、巻くの好きなの。お前、綺麗だ。そうなんだよね。顔に関してそうなんだよ、っていうのがアリリグリップです。へぇ、で、下にちょっとね、グリップ、まあ、もっと太くしたい人とかはアンダーラップ巻いたりしなきゃいけないかもしれないけど、そうだね。俺はここでちょっと半分に折ってって、斜めにして、あとは半分ずらして全部バーってやって止めてる。いや、めちゃめちゃ綺麗でしょ。そう、だから巻いてくださいとかも全然巻きますし、教室とかだと教室巻いてくれるんですか。うまくうまく全然たるまれて巻いたりするよ。優しいですね。優しいは正義っすね。そう、優しいは正義よ。優しくないかね。自分もやらかすこともいっぱいありますけどね。いろんな人に救われてますしね。どんな背景で何があるかみんなわかんないけどね。優しくは優しい選手であると。そう、応援されて優しい選手。コートの中に入ったらね、戦いですから。確かにそれはもう、いや、付き合いかもしれないですけど、出てね、そこから優しく応援される人であってほしいです。グリップを巻きながら優しさについて語るっていうのね、大事にしてます。いや、大事だよ。はい、そういうプレイヤーだったしですね。はい、よかったら皆さんもグリップを巻いて優しいプレイヤーになりましょう。以上、バーリーです。いい声。最後まで動画の方を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。以上、アーリーでした。